CDTV ライブライブナンバーアンダーラインアイの未公開ハプニング映像がついに公開爆笑必至ナンバーアンダーラインアイが見せる予期せぬハプニングの連続とは CDTV ライブライブに出演するナンバーアンダーラインアイのメンバーから届いたコメントには彼らの魅力が詰まっていますこの記事ではそのコメントから彼らの魅力を探りながら 彼らのパフォーマンスに対する期待感を深く釣りしてみましょう。翔くんと騎士くんの双子のような関係。翔くんと騎士くんって本当に似てる、との声が多く聞かれます。彼らの間には深い絆があり、その絆がパフォーマンスにおいても素晴らしいシナジーを生み出しています。ファンは彼らが一緒にいることで生まれる自然な掛け合いや息の合ったダンスに魅了されているのです。 ナンバーアンダーライン愛のメンバーはパフォーマンスとのギャップにやられるとも言われています。真剣にパフォーマンスする姿とリラックスしている時の姿が全く異なるためファンはその二面性に惹かれています。例えば撮影中に思わず笑ってしまうシーンやセリフを飛ばしてしまうハプニングも彼らの自然体な魅力を引き立てています。笑いと感動が詰まった60秒60秒に面白が詰まってる というコメントは CDTV ライブライブがいかがに濃密なエンターテインメントを提供しているかを物語っています。短い時間であっても彼らの魅力がぎゅっと詰まっているのです。フルサイズのパフォーマンスへの期待。フルサイズの本 CDTV3 ならではの演出で見れるのが本当に楽しみとの声からもわかるようにファンはフルパフォーマンスに対する期待を膨らませています。 CDTV ライブライブのステージは彼らのパフォーマンスを最大限に引き立てる演出が施されており、その中でどんな新しい一面が見られるのかが楽しみです。メンバーのキャラクターとそのエピソード。岸くんの可愛さと天然ぶり。岸くん可愛いいというコメントは彼の天然キャラクターに対する愛情の現れです。例えば、カメラ回ってるに気づかないというシーンは、 キシ君の自然体な魅力を象徴しています。そんな彼の愛らしい失敗は、ファンにとっては貴重な瞬間です。急なハプニングにも対応するプロフェッショナル。急に。ショーなどのコメントからもわかるように、予期せぬハプニングがあっても、彼らはプロフェッショナルとして見事に対応します。その瞬間を見逃さないファンは、そんな彼らの姿勢に感動し、さらに応援したくなるのです。 絶対見るよ、といったコメントからもわかるように、ファンは彼らの出演を心待ちにしています。コメント欄は一種のコミュニティとして機能し、ファン同士が共感し合い、彼らの魅力を共有しています。このような一体感は、彼らのパフォーマンスがさらに輝く要素の一つです。岸くんエートって何頑張れ、というコメントは、具体的なメンバーへのエールを表しています。 ファンはメンバー一人一人の個性を理解し、その個性を尊重しながら応援しています。彼らの成長や挑戦を見守ることで、ファンもまた一緒に成長しているのです。CDTV ライブライブに出演するナンバーアンダーライン愛のメンバーたちのコメントからは、彼らの多面的な魅力が見えてきます。彼らのパフォーマンスには、真剣さと遊び心が共存し、そのバランスがファンを魅了してやみません。 これからも彼らの活躍を見逃さず応援し続けていきたいですね。頑張ってください。応援しています。というコメントが示すように、ファンからの応援の声はメンバーにとって大きな励みになります。彼らが全力でパフォーマンスを披露する背後には、ファンの熱い応援があるのです。こうした応援の声が彼らのモチベーションを高め、より素晴らしいパフォーマンスへとつながります。 ハッシュタグ、ハッシュタグ、ハッシュタグ、リアルタイムの反応が喜びに。ライブパフォーマンス中にリアルタイムで寄せられるコメントは、メンバーにとって貴重なフィードバックです。例えば、こんにちは、いや、絶対見ますね、といったコメントは、ファンが彼らの活動を楽しみにしていることを直接伝える手段となります。こうしたリアルタイムの反応が、メンバーにとっても大きな喜びとなります。みんなニコニコ最高。 というコメントからもわかるように、メンバーの笑顔はファンにとって特別な意味を持ちます。彼らの笑顔を見ることで、ファンは日常の疲れを忘れ、元気をもらうことができます。メンバー自身も、ファンの笑顔を想像しながらパフォーマンスをすることで、一層のやりがいを感じています。新たな試みに対する期待。ボンのフルサイズ披露、ぶちかましてね、というコメントは、 ファンが新しい挑戦に期待を寄せている証拠です。メンバーが新しいことに挑戦する姿は、ファンにとっても刺激となり、一緒に成長している感覚を味わうことができます。これからも彼らの新たな挑戦を見守り続けることで、より一層の感動が生まれることでしょう。CDTV 楽しみ、絶対見るよ、顔文字、スマイル、というコメントからもわかるように、CDTV ライブライブのようなイベントは、 ファンとの一体感を生む大切な場です。こうしたイベントを通じて、メンバーとファンの絆はさらに深まります。これからも様々なイベントを通じて、ファンと一緒に楽しみながら成長していく姿を見せてほしいものです。CDTV ライブライブでのナンバーアンダーライン愛の活躍は、彼らの成長と魅力を余すところなく見せつけました。彼らのパフォーマンスに対する真摯な姿勢と、ファンとの絆を大切にする姿勢は、 多くの人々の心を打ちました。これからも彼らの成長と挑戦を見守り続け応援していきたいですね。あなたはどのメンバーのどんなエピソードが一番心に残っていますかまた次回の出演でどんな新しい一面を見せてくれるのか期待していることは何ですかぜひあなたの感想や期待を教えてください。そして彼らの未来を共に応援していきましょう。 ナンバーアンダーライン愛のメンバーがこれからどんな道を歩み、どんな新しい景色を見せてくれるのか、私たちも一緒にその旅路を楽しんでいきたいと思います。彼らの成長とともに、私たちも一緒に感動を分かち合い、応援していきましょう。最後に、次回の CDTV ライブライブでは、彼らがどんなパフォーマンスを見せてくれるのか、どんな新しい驚きが待っているのか、皆さんも楽しみにしていてください。それでは、 また次回のナンバーアンダーラインアイの活躍を一緒に応援しましょう。ナンバーアンダーラインアイのメンバーが CDTV ライブライブに出演することを通じて、彼らの多面的な魅力がさらに明らかになりました。彼らのパフォーマンスには、真剣さと遊び心が共存し、そのバランスがファンを魅了し続けています。これからも彼らの成長と挑戦を見守り、応援し続けていきたいですね。 次回の出演でどんな新しい一面を見せてくれるのか、ファンとしても期待が高まります。あなたはどのメンバーのどんなエピソードが一番心に残っていますかまた、次回の出演でどんな新しい一面を見せてくれるのか、期待していることは何ですかぜひ、あなたの感想や期待を教えてください。これからも、ナンバーアンダーライン愛のメンバーが素晴らしいパフォーマンスを披露し続け、 ファンと共に歩んでいく姿を楽しみにしています。彼らの成長と共に、私たちも一緒に感動を分かち合いましょう。最後に、あなたはどのメンバーのどんなエピソードが一番心に残っていますかまた、次回の出演でどんな新しい一面を見せてくれるのか、期待していることは何ですか皆さんの感想や期待をぜひ教えてください。